ですね。また皆さんお仕事など頑張ってください。頑張ってくださいっていう。確かに後ろも黒い。確かにここがね、夕飯食べたのって来てる。食べましたよ。食べてる食べてる。はあ、すごい、たい焼きが割れた。あ、ギフトありがとうございます。すごい小声で喋ってた。すごく小声だった今。皆さん夜ご飯食べましたか？食べてるか。この時間だともう食べてるよね、ほとんどの方が。何かやってたりとかの方はまだだとは思うんですが。食べましたって、食べました食べましたって言って、やっぱそうだよね。やっぱこの時間はもうみんな基本食べてるよね。あゆも基本この時間は食べ終わってることの方が多いかな。時々まだの時ぐらいあるぐらいで基本食べてる。焼き鳥食べましたって。焼き鳥美味しいよね。あゆも好きです。そう、焼き鳥ね。はいね、焼き鳥屋さんの牛タン串が好き。そう、お皿も洗いましたって。早い早い早いね。塩タンメン食べましたって。タンメン、ラーメンか、タンメンってだよね。え、だよね。お肉焼いた。いいね、お肉美味しいよね。夜ご飯天津飯でした。天津飯好き。中華そんな食べないけど小さい頃天津飯好きだった。今も別に嫌いじゃないんですけど、天津飯好きです。美味しいよね。はいね、中華だと天津飯かエビチリかキムチチャーハンか餃子ぐらいしか基本。あとごま団子、ごま団子好きだった。あとなんだろう、小籠包とか好きだけど、あんまね、でも食べないな、あんま中華。ほんと2、3ヶ月に1回レベル。中華は焼きそば食べましたって。焼きそば全然食べてない。食べたい。焼きそば美味しいよね。でも全然食べないな。食べたい食べたいっていう。平日ならこの時間まだ食べてないこと多い。確かに平日はね、お仕事とか終わってからだよね基本的に。うん、逆に何食べたらいいでしょうかって。うん、じゃああゆがお昼食べようか迷った、たらこパスタたらこパスタ、じゃあおすすめ。いつもさなぎもからいくわ。さなぎもから食べるってことか。はい、さなぎもは食べないな。さなぎも食べたことない。味噌カツ食べたって。味噌カツね、ゆかるんさんと初めて食べたんですけど、美味しかった。味噌カツはあと思ってあ、でもその時、そう、その時初めて食べたんですよ味噌カツを。はっと思って、美味しいと思って。なんかそれまでなんか一回お弁当で、そう、名古屋の善悪の後に、そうなんですよ、お弁当でいただいたんですよ。でもあゆなんか間違えて味噌かけずにソースだけかけててなんかこれ普通のとんかつだと思いながら食べたんですよ。なんかそんなに気にも留めずに、そう、なんか味噌カツって書いてあるけど全然普通のとんかつだなと思いながら食べたら、
そうソースをかけ忘れてたっていう。だからゆかるんさんと食べたのが初めてだったんだけど、すごく美味しかったです。やっぱ本場のものって美味しいよね。滑らない話ってきたね。そう本当になんかちょうどソースと味噌がそうバラバラになってたんですよ。あい違うの、なんか初めてその味噌カツを食べたから、その時になんか名古屋には行ったことあっても、名古屋で味噌カツをね食べたことなかったんです。家族でご飯行っても、そうそうそう、でそうなの。だからソースと味噌がバラバラになってるとは思ってなくて、なんかもう味噌カツだから、そういう味噌ソースみたいなソースがあるものだと思って、なんか2つ入ってるけどこれどっちも一緒の味なんだろうなと思って、そうなんか足りない人用、もっとかけたい人用のそう2個入りなのかなと思ってたら全然違いました。全然違いました、本当に。うん。でも美味しかった、そうゆかるんさんと食べたやつ、そう味噌カツがすごく美味しかったです。そう面白いよね。そう味噌だけ味噌だけ残ってた、気づいたら。そう味噌汁は赤だしなんだっけ、あゆのうちですか。うん全然合わせ白と味噌、合わせってなんだ、何と何が合わさってんだろう。でも合わせです、一番いい、それが好き。なんか白も赤もどっちも食べたことあるけど、合わせもなんだかんだで合わせが一番愛の口には合うかな。別にどれも嫌いじゃないけど、自分的にどれが一番かって言われたら合わせ。でもこれは多分合わせの方多そうね、万人受けだと思う合わせは。ねだよね、キャベツにソースで味噌はカツにで、そういうことなの？キャベツにソース、うんでも別に美味しそう、キャベツにソース、そういうことなんだ、そうなんだ、そういうことなの本当に。本当にっていう、そうなんだ、みんなキャベツに何かける派ですか？みんな何だろう？あゆは青じそか、何もかけないことの方がでも多いかも。なんか別に何もかけなくても素材を味わう、最近素材味わうのが好きなんでさ、何でもなんか最初はただただかけるのがちょっともうめんどくさくなったっていうのが一番の理由だったんですけど、でもなんかそれをきっかけに全然かけなくても大丈夫になっちゃって、自分の中でそう、それからかけないか青じそかごまドレッシングか、あれが好き、なんだっけ名前忘れちゃった、あ、昆布ドレッシングが好き、あとサウザンが好きで、左右の中で。でもポン酢もいける、ポン酢もいけるっていう。ポン酢もいける、そうですね。あでもマヨネーズかごま油と塩だよって方もいる。何もかけない派一緒だ、フレンチドレッシング、ソースかマヨネーズ、あソースかけるって方もいる。酢醤油初めて、塩初めて、青じそがなければソースとマヨネーズ、ごまドレッシング、揚げ物と一緒の時はそのままがいいね。おお、でもあゆと近い方結構いる、嬉しい。
あ、とんかつはロースはヒレカツ派だって。愛はヒレカツです。圧倒的ヒレカツ。たまにロース、あの脂身が苦手なんですよ。そうだからヒレしか食べれない。逆にそのロースも脂身残せば全然食べれないことないんですけど、自分で頼むならヒレです。ヒレしか頼まない。頼んだことない、ヒレ以外。ヒレ以外、そのロースとヒレどっちか選ぶってなったらヒレしか頼んだことない。ヒレ以外も全然頼んだことあるんですけどなんか今の言い方あれだよね。そう、ヒレ以外も頼んだことあるけど、ヒレかロースならヒレしか頼まない。そうです、それ。そうです、です。そう、脂身苦手なの。脂身食べれない。ヒレカツ固くないだって。うん、固くない。え、固いですかヒレカツって。あれあれ、ヒレカツ固い、固くないよね。あれ、わかんないアユは固くないアユが食べてるヒレカツは固くないかな、いつも。鶏肉の皮も苦手。苦手です。あー、無理です。食べない。皮も食べないから。鶏肉あんま食べないか。うん、鶏肉は牛が基本そう、牛で生きてきてる基本的にです。硬さは店によるよね。だってじゃあ、愛のお店が柔らかい。愛のお店じゃない愛の、愛がお店開いてるわけじゃないか。愛のお店じゃないんだけど愛が行ってるお店のは柔らかい感じかな。じゃあ、愛のお店ってなんか語弊愛ちゃんお店経営してたのねちょっと密かに密かにお店やってましたそれじゃやってませんうん、本当にだからね、基本的には牛が好きです。まあ牛も脂身ないことはないけど、牛が、うん、一番。さっきね、目玉焼き何かけるのって方もいた。あゆは目玉焼きは塩かケチャップ、そう気分によってって感じかな。うん、です。あとは何もかけないかまた何もかけないが来た。何もかけないか塩かケチャップ。醤油だって。でもさ、卵かけご飯とか醤油じゃないですか。合いそう。食べたことないけど。めんつゆだって。初めて、初めまして。めんつゆ、あ、目玉焼きにはケチャップだって。うん、ケチャップやったことない人やってほしい。塩もやってほしい。何もかけない派です。お、よいしょ。ソースもやったことない。どんななんだろう。でもさ、調味料大体何でも合うよね。なんだろう、そういうソース、醤油、ポン酢、ケチャップ、マヨネーズみたいな、そういういろいろなもの合うよね。何もかけません。胡椒。もうみんなそれぞれだね。いいね。いいですね。はい。あ、15分で経ちましたって出た。今何分か分かりますか？分かる方いるかな。ごめんね、すごい突然聞いちゃった。何分だろう。あ、27分？じゃあ。30分ぐらいになったら教えてください。30分になったら教えてください。お願いします。お願いいたします。そう、そしてね、コメントにね、あいちゃん鬼滅見てるのみたいなコメントがさっき来てたんですけど、そう、
ああいう鬼滅アニメで唯一見てるかも。鬼滅はハマったアニメで唯一。そう、アニメ基本的に見ないし、なんだろう、ハマることがそんなになかったんですけど、そうハマって、誰推しとか特にないんですよね。みんな好きみんな好きっていう、みんな好き。なんかそう、でも煉獄さんかっこよすぎて、なんか本当に煉獄さんに会ってみたい人生だった。でも昨日の伊之助もすっごいかっこよかったね。泣いてないって言いながら、もうあの着ぐるみから涙がほーって出てて、かわいいってなって、でマユもひそかに泣いてた。感動するよね、あれすごい感動するよね。ほーってなって、あゆもひそかにこうやってこうやってた、ひそかに本当にね、かっこよすぎた煉獄さん。あと言葉が一つ一つが、なんて言うんだ、重いというか、なんだろう、熱いというか、本当にすごいよね、すごいなって思ったね。あ、8時半だよ、だって。ありがとう。じゃあちょっとすごく話中途半端感あるんですが、おしまいにさせていただきます。明日じゃあまたね、鬼滅のお話できたらなと思っておりますので、ぜひ皆さんお話ししましょう。はい、じゃあランキングを読んでおしまいにしたいと思います。13位トウくん、ありがとうございます。12位翼欲しいさん、ありがとうございます。11位 YK さん、ありがとうございます。10位孫悟空さん、ありがとうございます。9位ヒロさん、ありがとうございます。8位シロウサギさん、ありがとうございます。7位石井哲司さん、ありがとうございます。6位京介ひむろさん、ありがとうございます。5位ココポンさん、ありがとうございます。4位カンさん、ありがとうございます。3位カモンさん、ありがとうございます。2位ギャローさん、ありがとうございます。1位人生方向地さん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。バイバイ。またね、また明日。バイバイ。